フェラーリの F430 スクーデリアをトライアルマウンテンで走らせていきたいと思います。よろしければ見ていってやってください。まあちょっと練習ですね。懐かしいコースです。パドルシフトです。500馬力ぐらいで、ソフトソフトですね。タイヤはハイブリッドラジアというやつです。いわゆる路面が跳ねる感じとかいいですね。いけそうなとこはもうね、アクセル全開でかっ飛ばしていこうと思いますけど、まあ、決して速い走りではありませんのでご了承ください。
タイミングが正直よくわからないですよね。グリップ走行で走らせればね、いいんでしょうけど、ついついこうアクセル踏み込んでカウンター当て続けてる走りが好きでして、なのでやっぱり今ね、一番新しいグランツーシモスポーツの方でもコントローラー使ってでもね、そういうことばっかやってますね。間に合ったんですけど、3速が吹けませんでしたね。パネル、あー、ね、はい、じゃあこの週でラストにしたいと思います。サルサいるんじゃないですかね。あ、いた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 、今わかりましたかね、木の上に。おサルサいるこっち見てましたね。やっと4周目で気づきました。動画をご覧くださっている方、1周目からお分かりいただけただろうかってことなんですけど、また巻き戻して見てみてください。お、ちょっとプッシングが案内になってしまいました。危ない。やっぱトライアルマウンテン面白いです。登ったり下ったり、もうまさに峠って言いますか。うわー、酸素が出て今ね、ハンドルが、テレビ画面のハンドルがめっちゃプルプルプル、腕が震えてましたね。恐ろしい光景が。まあ、こんな感じでとても素人が乗りこなせるような車じゃないし、私自身もね、まあ、うまくないでしたが、これはこれで楽しんでおります。あ、ピットにするの忘れてましたね、話ばっかりしてて。はい、じゃあこんな感じで、まあ簡単なインプレッションでしたけど、最後までご覧くださった方ありがとうございました。では失礼します。